まあ、俺みたいなね、まあ、オールドタイプの地球の重力に魂を縛られた人間っていうのはね、スリーペダルマニュアルじゃないとダメだとかね、まあ、昔だったら ABS 打たせればダメだって人いますよね。まあ、ABS を切るとかね、そういう愚かなことは絶対するなって言ってますけど、まあ3ペダルの車だってね、俺自身はあのスポーツ走行は全然パドルシフトの方がいいですよとはね常に発信してるのであれですけどね。ただ電子制御なんかに関してはだいぶ良くなってきましたけどね、楽しむって意味では、まあ、制御全部切れたら嬉しいなっていうのはまあちょっとありますよね。車によりますけどね、速すぎる車っていうのはもう危ないんで制御入んないとね乗れたもんじゃないぐらい、その速くて重い車ってね難しいんですけどね。だから俺なんか基本的にそのやっぱり電子制御とかねそもそも好きではないタイプのねオールドタイプの人間なんですけど、こういうのを味わってしまうと、いやなんか最新の技術ってすごいなというのと同時に、まあ、やっぱり自動車メーカーすごいですよね。言い方良くないですけどやっぱり自動車メーカーってバカじゃないんだなというかね、まあ、自動車メーカーからしたらねユーザーなんて素人ですけどねメーカーのエンジニアさんからしたらねお前ら素人何言ってんのみたいな ね、その俺たちが素人だっていうのが分かって、その上でさらに素人が下手に使っても大丈夫な技術を開発してらっしゃるわけじゃないですか。まあ、だからやっぱすごいですよね。で、ね、俺というか、まあ部屋では余計な改造するなと、もう明言してますよね。で、ね、一番生産数が多くて、開発に金かかっているのは自動車メーカーの作ったその状態っていうのは、まあ常に言ってきてますけど、まあ、この辺ね、所長から教えてもらったあれなんですけどね。ね、だから、それってその、まあ、俺がね、純正派だとかっていう勘違いした人もいますけど、これ純正派なんかじゃないんですよ、別に。いろんな、あれを、ね、総合的に加味した結果、まあ、純正が一番いいんじゃねっていうことなんですよね。レーシングカーをね、もし作るってなったら、当然純正がいいわけないですよね。それ使い方が違うので。その、普通の人が、あの、一般道を、安全かつ、まあ、不具合なく走るって意味では、まあ、それはどう考えても純正が一番だよなという、まあ、そういう話なんですよ ね、 ね。でその中でまあ、ね、どっかのサーキットでタイムを出したいとか、まあ、遊び方いろいろあるんでね、それに関してはよしあしではなくて、あの選択できるっていうのはいいことだと思うので、だそういう人はその純正では、まあ、足りないというかね、純正ではそういう風に作られていない部分をその自分なりにね、まあもちろん安全というか社会的な常識の範囲内でモディファイしていくっていうのはいいでしょうね。ね、だから俺純正派じゃないんですよね、本当はね。使い道になってるのが純正というだけで、で当たり前ですけど純正っていうのは多くの人の使い道に合うようにできてますんで、ね、マイカーをサーキット持ってって走るだけならまだしもね。タイムが何秒とかっていう使い方をするのはまあメーカーからしたらね、そのはっきり言ってユーザーのうちに入ってないと思うんですよ特殊すぎてね、お客さんじゃないって意味じゃなくて特殊すぎてそこに対応多分できないですよね。まあ対応する車はもう特殊な車としてね、そういう風に歌って、まあ、それを売りにしていけばいいわけですけどね。たまになんか新しい車乗ると、まあ、できればねマイカーとして所有してみると、ね、やっぱ今の車って、まあ、今の車じゃないですけどね、もう10年前なんでね、やっぱ新しい車って、ね、いろんな意味で新しいんだなと思いますよ ね。だから車好きがなんかこういう車が欲しいとか言っても結局それって素人の浅知恵にしかならなくて、まあ、そこにはもちろん俺も含まれるんですけどね。ね、だからその素人の浅知恵を超えたところで自動車メーカーのエンジニアの皆さんは車を作ってるので、そこに関してはね、俺全面的に信用した方が得だと思いますよ。たまにあれってことありますけどね。どことは言えないですけどね。ま
期待したのとちょっと違うな、率の高さではちょっとホンダがねちょっとホンダね多い感じしますけどね。ね、でもなんかそのあれですよ、ホンダってあの革新的なメーカーなのでね、自社の中でさえね過去を否定して革新を繰り返していくメーカーなので、ね、だからまあそのんっていうのもね、ちょっとこれ違うんじゃねっていうところも含めて、まあメーカーらしさなんでしょうね多分ね。ねえ、だそれはどん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 車新しくなっていくのに前と変わんないんじゃね、それは面白くないとも言えますからね。まあそんな余計な話をしつつディストロニックプラスを楽しんでおりますが、追い越しとかができるといいんだけど、ちょっとこの詰まり方じゃ無理ですね。